俺じゃんって思ったんですよね自分がジャニーズに入ってることがなんかよく分かんなかったんですよね。自分のモヤモヤしたものを何か作品にしないとマジで死ぬって思ったんだよ。なんか本との出会いは時にその人の生き方に影響し人生を変えるきっかけになるもの。今回は私加藤茂明の人生を変えた本をご紹介したいと思います。てかそういう質問じゃないですか。だって俺だって恥ずかしかったっすよ、家で人生変えた本本棚から探してる時に木曜日は本曜日。加藤さんって本屋さんって行かれたりしますか？もちろん行きますね。最近とかも自分の本が出たばかりで逆にちょっと気まずくてああでも今地方に行く機会が多くて駅中とかの本屋さんはよく行きますね。ご自身の本置いてるかチェックされますか？そうなんですよ。でそこは全然置いてくれないんですよいつになったら置いてくれるかをチェックするついでになんか買って僕は買ってますけどねというまだないな、はい、まず一冊目こちら、これ、はい、一番好きな本は何ですかっていうと、もう僕はキャッチャーインザライダーっていうのはもうもはや決めて言って何ですかね、決まっちゃってるというか、人生を変えたでこれを入れないと嘘つきになっちゃうんで、はい、これは間違いなく入れとかなきゃなっていう。ホールデン・コートフィールドっていう主人公がひねくれてるんですけど、そうはピュアなんですよね。ピュアゆえのひねくれ方で人生がすごく生きづらいんだけど、その中でいろんな思いを見つけていくというか。物語もすごく好きなんですけど、その時の心の動き方みたいな、だからもうストーリーのここが好きとかこの展開にドキドキしたとかってことではなくて、なんかずっとすごいね、心の動きにが目が離せないんですよね。へえ、うん、いつ頃読まれたんですか？初めて読んだのそれ。僕は大学生の時に読んだんですけど。大学生だったらもう全然芸能活動発してました。してました、はい、多分ね。でも大学には普通に行ってて、大学の友達とかは本とか映画とかすごい好きな友達がいて、その人に勧められたんですよ。へえ。そういう友達が何人かいたんですよ。全く関係ないところで何人かからも勧められて。当時流行ってたんですか？その全然だってこれそうですよ、めっちゃ古い本ですね。そうですね、古い本、今日古い本しか説明でもやっぱり名作なんですよね。この年代も舞台も生きてる時代も全然僕とは違うのに、なんかね俺じゃんって思ったんですよね俺じゃんって思ったびっくりしました。俺は本当に思いました。 俺じゃんって、なんで俺のことこんな分かるんだろうと思って、すごい分かったんです。このひねくれてピュアに生きてる感じが。僕もその時多分仕事は知ったんですけど、個人的にはなんかあんまりうまくいった気はしてなくて、すごい悩んでた時期で、褒められても嬉しくなかったりとか、なんかこう変なんですよ。変な時期、本当に天の弱な時期で。尖ってたみたいなことですか？尖ってたんでしょうねでもそれは分かんないんですよ、なんで自分がそんな風に思っちゃうのかとか。ただ自分の中でなんか納得できないことがあって、ともすれば世の中をこうちょっと憎んでるような気持ちになってもう読み終わってなんか動けなくなっちゃって、へえ、すごい俺のために書いたのかなとか思ってすごいっすね。いやそうびっくりしたんですよ。でもこの本世界でめちゃくちゃ売れてるわけですよね。だから俺みたいな人いっぱいいるんだと思って、それがちょっと救いだったんですよね。人には言えないようなこうなんかどす黒い思いとかってあったりすると思うんですけど、そういうものが本通してなんかつながるって一人じゃないよって言われたような気がして、でそのことで救われてちょっと楽になるっていう体験を読書ではその時初めてしたんですよね。当時そのどんなあれがあったんですか？その不満不平じゃないけど、そのどういう鬱憤だったんですか？若い時自分がジャニーズに入ってることがなんかよく分かんなかったんですよね。こうキャーキャー言われても、自分のことが好きじゃないんですよ多分その時ね。だからキャーキャー言われてる僕のことを好きだって言ってる人のことを好きになれないんですよ当時ですよ、当時ですよ、はいはいはい、なんでこんなやつのこと好きなわけみたいな。いや当時はだから本当にそれぐらいひねくれ倒してたんで。いやめっちゃひねくれてますよそれ。だからジャニーズ入った時もジャニーズが好きというよりはなんか楽しそうだなみたいな感じで入ったから、キラキラしたものよりはなんかなんとなく高校生ぐらいになるとバンドとかそういうもの好きになってって、自分がなんかかっこ悪いことしてんじゃないかなって気になってきてねじれてくるんですよね。外の顔と自分の内面が全然合わないし、でもその外の顔でみんな僕を
認識するから、すごいなんていうんですかね、歪んでくるというか。だからプライベートの時間とかで本を読んだり映画見たりすることでなんか整えるというか。結構じゃあ大変だったんですよその時期はメンタル的にも大変だったと思いますね、うん、いや今僕それ本を書くことでいろいろと乗り越えていったんだと思うんですけど。なるほど。当時のことを知ってる人とかは本当になんかひどかったみたいな、生意気だし尖ってるしひねくれてるしどうしようもなかったみたいな。まあでもそれはみんなでもそうな、そういう時期あるじゃないですか。遅かれ早かれ、はい、逆にあの頃で僕は良かったんだと思うし、その頃に読書をしててよかった。僕思った以上に加藤さんが本にその人生変えられたいんだと思う。これがねあのそれがねてかそういう質問じゃないですか。なんかいやそう俺だって恥ずかしかったっすよ、家で人生変えた本本棚から探してる時なんとなくハッピーエンドの本とか読むことが多いじゃないですか、ちっちゃい時って。なんかそういう本がもう全然好きじゃなくて、分かりやすいストーリーとか全然興味なくて。あ、だから高校ぐらいの時に単館系映画とか見て衝撃を受けたり、 あこういう話もいっぱいあるんだ世の中にはみたいな中で、多分こういう本とかの出会いもそうなってった。今でこそそういうね、あの綺麗な話も好きなんですけど、やっぱ当時はもう全然なんか大衆娯楽なんじゃいみたいな、なんじゃいみたいな感じでしたねジャニーズにいるのにねだからかもしれないし、なんかこうなんていうんですかね、反骨心みたいななんかあったんですよね当時は。はい、愛するということという、これはエイリヒ・フロムという哲学者、心理学者の本ですね。もうまあタイトルズバリで愛するということっていう愛についての本なんですよ。当時はまあ小説の中で愛っていうテーマをすごく探してたのもあったり、小説を書いてて愛って何なんだろうなって書いてるとどんどん思ってきたりもして、これ手に取るときは、はい、愛って何かを知りたくて手に取るわけですね、みんな。まあ、その本をそうですね買う人は。でもこれもう教えてくれないんですよそうなんですか。そう、おう、まさにそれです。これ最初の一文が、愛するという技術について安易な教えを期待してこの本を読む人はがっかりするだろう予言の書じゃないですかそうって思って読んでいくと、そうだよなみたいな。やっぱりどうし、例えば僕らだと歌で愛とかって入ってくるじゃないですか、歌とかセリフとかでも。それのたびになんか愛とかってすごいこの世界に溢れてるけど、でもなんか全然まだ愛足りてないじゃんみたいな気持ちによくなるんですよね。で、何なんだろうな、自分の中の愛って何なんだろうなって思って手に取った時に、まあ、これはその 愛するということは技術なんだっていう話なんですよね。スキルなんですよ。だからスキル、技術だとすれば磨くべきだ、修練するっていうことなんですよね。だから愛するっていうことには修行が必要みたいな話なんですよ。なるほど。それが結構目から鱗っていうか、愛ってなんか、うん、みんなにあるもの、はいはいはい、わかります、あるんですよもちろん、種みたいなことは、はい、ただそれをちゃんと育てなきゃいけないよっていうようなことなんですよね。なんか結構グッときちゃって、なんか人と向き合う時の愛について結構僕はこれ良かったんですよね。なんか結構愛するとは何みたいな、何だろうみたいなこと考えるんですか、うん、考えますね。そんなことばっかり考えてますよね、まあ、小説書くからってのもあると思いますし、僕らグループでニュースはやってきてるから、やっぱりこう人と向き合うっていうことに、相手も向き合ってくれるし自分も向き合うっていう時に、そこってやっぱこう愛いるんですよね。相手を理解する時の愛とか、逆に自分の考えを伝える時の愛情とか、そういう時にすごく根気がいるんですよね。どうしてもこう、まあ、グループだけじゃないですけど、いろんな人と話してて考え方でぶつかることっていうのがやっぱり来ててあると思うんですけど、知らないよっつって終わりにしてしまったらもうそれまでだ。ちゃんと話し合う、ちゃんと向き合う、お互いなんか理解し合おうとする姿勢まで持ってくるか、もし理解できなくても、なんで理解できないか、お互い理解するところまで話し合いたいと僕は常々思ってるのは、これをその生き方が
これを読んで正しかったと思った。自分のやり方は間違ってないなって思いましたね。なるほど、うん、ちょっと背中を押してくれたというか。そうですね。加藤さん結構じゃあ愛されてないなって思うことってあるんですか。いやだからこれ読むと愛されたいとかも思わない、愛したいって思うんですよ。愛されるよ愛したいバイキンキキッズなんですよ。愛その先に愛があるだけで愛されることを全く期待していない。愛してれば愛されると信じてるみたいな感じですね。なんかこれ読んで僕自分が愛していればちゃんと周りも愛してくれるという、正しくなんかちゃんと愛してくれるんじゃないかなみたいな。うん、そうですね。なんか恥ずかしいですねこれ。めっちゃ愛って言ってますもんね、うん、人生変えた本で愛すること、なんかどう恥ずかしいですねこれ。この本を読む前後で何か愛するっていうことに関してのなんか見方って変わったのかなっていうの。だから愛なめんなよって思ってますよね。自分にですよ、自分に思ってるんですよ、はいはい、ちゃんとくさびを打ってくれたというか、人と向き合う時にちゃんと向き合うっていうことを僕は個人的には学んだ。そっか。でその別に恋愛とかそういうことだけじゃなくて、もうそんなのもうこの手前の手前ですこれ。あ恋愛の話なんてもうもうぜひ読んでください恋愛なんて。いやでも本はめちゃくちゃ読みたくなりましたし、実際何書いてるのかなって気にはなったんですけど、うん、でも答えは書いてないんですよね。答えを、愛に答えはないって話ですよね。愛は問いだっていう話なんです。何に笑ってんすか。怒りますよフロムが。愛は問いだって、もう愛は問いなんですよ。海と禅、これはこのヘリゲルが日本に来て阿波健三っていう弓道の先生に習うんですよ、禅の精神と弓を。的を狙うなって話なんですよね。いやこれすごくて、だからそのヘリゲルが弓で的を射ろうとするんですけど、芯を捉えられないんですよ、どれだけフォームを勉強しても。その先生は的を狙ってるから的に当たらないんだって言うんですよ。的じゃなくて己を見ろみたいな、そういうことになってくるんですよ。でその先生が夜中にいきなりこのオイゲンヘリゲル呼び出して、真っ暗の中で阿波さんが撃つんですよ。で見に行くと真ん中に当たってたっていう話なんです、漫画じゃんみたいな。確かに、いや本当に漫画ですね。漫画じゃんって言って、なんかこの話がまあ面白いというか、みんながでもその重要性分かるわけですね。そのタイソンだったりサリンジャーだったりスティーブ・ジョブズだったりっていう、まあ自分がすごいなと思うような人たちが、まあこの本に影響を受けてるっていうだけですげえなみたいな。で面白いんですよめちゃくちゃ。でまあ僕もね、その歌ったり踊ったりもしますし、こうなんか常に練習するっていうシチュエーションが多いわけですね。まあ舞台だったら1ヶ月稽古したりとか、まあライブでもそうだし、小説だっていうのも基本的には一人で向き合ってる中で、鍛えるって何みたいな。うん。だからでもその禅問答、うん、まあ、いわゆる禅問答って、うん、まあ、答えがないじゃないですか、うん。考えれば考えるほど、もうよく分かんなくなっていく。だからやっぱね、よくないんですよ。答えを求める人生はよくないんですよ。人生は問いなんですよ。答え求める人が早いから、やっぱりね、みんな早送りしてドラマ見たりとかね。なるほどね。すぐ答えの分かるようなそういう本もいいっていいんですけど、答えあったらもうその人みんなね、そこで終わっちゃうじゃないですか。やっぱ問い続けることで走り続けるっていうのはやっぱりなんかいいなと思って、例えば僕が小説これで分かったと思ったら多分書かないと思うんですけど、分かんないから書いてるっていうか、分かんないから読んでるし。なんで それこそ書こうってまず思ったんですか。でも自分のモヤモヤしたものを何か作品にしないとマジで死ぬって思ったね。なんか死ぬかもしれないって思いましたねあの時。へ、書きたいって言ってたんですよ僕が、いろんな人にいつか書いてみたいみたいな。23だったんですけど、23で書けるか分かんないですけど、人生で何回かしか本気で頑張れないと思ったんですよ多分。今なら1回できるかもと思って、じゃあ本気出して1回限界頑張ってみようと思ったのが作家活動の始まりでしたね。なんかしてまあ、書き終わって小説が出るって決まってからも死ぬと思いましたよね。だってジャニーズの人が小説書くでやっぱ厳しい目が来るなんて分かってるから。でも思ったより受け入れてもらえたし、思ったよりなんか楽しんでもらえたんですよ。だそれが結構良かったですね。本当の自分さらけ出しても楽しんでくれるんだみたいな。おあ、そうですよね、はい、一番初めに言ってた。そうなんですよ、ひねくれてたものがちょっとほどけていくのはその瞬間だったんです。あ、
なんなら読んだ人を気づけてやろうと思って書いてたけど、すごいすごいみんな楽しむじゃんみたいな。なんすかその読んでる人を傷つけてやろうっていう。そういう時代、そういう時代だと。舐められてると思ってるから、舐められてるから、舐めてかかると傷つけてやるぞみたいな、なんかそういう尖り倒してた時代だったんですよね。今はそういう思いないんですか？今ないっすね。うん、なんかなくなっちゃったね。あ、そうなんですか。それ何ですか、年齢ですか。いやいやいや、やっぱ書いて、だから僕が多分愛 し続けたから、周りに僕のことを愛してくれる人しかいなくなってきました、だんだん。僕にひどいことを言う人があんまりいなくなったから。多分ね、素敵な話だな。そうですね、なんか楽に生きれる方法が見つかったというか、その時代があったから、自分みたいな人がいたらすごいよくわかるんだよ。なんか、あ、今悩んでるよね、その時期あるよね、でもいつか乗り越えられるよみたいな気持ちになるっていうか、先輩になったっていうかさ、そういうのが抜けたんですよね。だからその多分尖るのも疲れちゃったし、尖り疲れちゃったんですよ。なるほどな、はい、いやー、でもそんな100冊多分読めてないと思いますよ。数十冊だとは思うんですけど、でもやっぱあのページ数にもよりますからね。僕が読む本って大体なんか結構分厚くな絵本が今多いんで、やっぱ読むのにはすぐ時間かかりますけどね。そうですよね、結構、うん、だって全部哲学本でしたもん今日。だって人生を変えたって言うから。そこになんか、ね、ハリーポッターとか入れづらいじゃないですか、ね、いやいや、でもありがとうございます、はい、向き合っていただいて、はい、今回私が足を運んだのは東京都新宿区にある紀ノ国屋書店新宿本店さん。お店のツイートや一押しのタイトルなどを積極的に発信している最先端の書店さんだそうです。綺麗になったっすね。まあ新刊見ちゃいますよね。あ、まだ同志少女をここに置いてあるんだみたいな。適応で今年の本屋大賞、あ、ザリガニ泣くところなんてずっとここにあるなとか。あ、映画になったからだ、映画になるからだねとか、とか本屋の配置を仕事からそっか、結構個性出ますよ、ね、出ますね、気が合うなみたいな。あ、これあの嫌いなら呼ぶなよって岩田絵里沙さんの新刊が今面白いってい いう話をしてて、はい、買って帰ろうかなって今思ってる。あ、今次の読む本はこれになってるはずです。あ、君のクイズね、それめちゃくちゃ面白いって聞きました僕も。本当ですか。はい、あんじゃん。何、俺の方。あんじゃん。そうだって出たばっかりだもんね。減ってますよすごい、しかも確かに。気になるよねやっぱ。あ、めっちゃ置いてくれてんじゃんこれ、すごいじゃん。本当だ、白すぎて気づかなかったわ自分の本。こんなあって大丈夫かな、逆に売れるかな。観光記念フェアやってくれてる。本当だ、本屋さんにやっぱ自分の本置かれてたらテンション上がります。あ、上がりますね。上がりますね、やっぱ上がったね今。こんな上がるんだってぐらい今自分で上がりましたわ。どういう本気になるとかってあるんですか、本屋さん歩いてたら。やっぱ話題作になっちゃいますかね、僕の場合は。なるほど。あと今書いてる本にネタ被ったら嫌だなとか。はい、はい、あ、なるほど、逆に。そういうのもあるから、どうしても自分が小説書く方で見ちゃうのも多くて。そっか、本書くときに読んでる人のこと気にして書かれてるんですか。そうですね、文学賞を今ここすごい注目されてるなとか、そういう見方もしますね。そうそう、これだからもうみんな面白いって言ってて、地図とこぶし、これめちゃくちゃ面白いですよ。でもこれあの山田風太郎賞受賞して、分厚いっすね。分厚いっしょ。だから俺なんか年間数十冊読んでますって言ってもこんな本ばっかりですからね。それはすごいっすね。だからなんかこれとかその前これすごい面白かった、テスカトリポか、こんなんばっかりですよ大体。もう読んだんですかそれ。読みました、もうどれもこれ最高、超おもろい、これ。へえ。この店2位なんだ。へえ。これも超面白いです。面白い面白い。面白い面白いです。だからこの後同じ作家とは思えないね。この差ね。あ、君のクイズの方です。同じ小川さんの。あ、じゃあちょっと気になります、ね。これ今相当今年注目です。すごい。これもでもやっぱ勧められて読んだんですよ、ね。結構じゃあお勧めされて本屋さんで買うことが多い。そうですね。あとだから自分の担当編集の人がたくさん本を送ってくれて、あ、これもそう。ループオブザゴードもこれも今面白いっていう言ってますね、みんな。とまだ読めてないんでこれ。家にあんのに手に取っちゃってね。今ね。そうですね。面白いです。あ、すごい、僕のコフェアもやってくれて。あらあら、ありがたい。すごいすごいやってくれてるじゃない。ありがたいわ。
あ、なんか僕が関わった本並べてくれてんだ。好きだって言ってる本並べてくれて、あ、そうだ、すごいわ。これだから僕の中の本、木曜日は本曜日。確かに。確かにな、10冊にこれ入れてもよかったよな。入れてもよかったよな。ここに来て気づくわ。虐殺期間も日々の泡も入れ、なんで俺入れなかったんだろう。すごいね。あ、あの、加藤さん。はい。ああ店員さんの。よく、調べましたね。僕が好きな本を。頑張りましたね。すごいですね、でも。いや、マジでうちの本棚みたいだもん。あ、そうか、あの、画像で、加藤さんのお家の本棚が出回ってて。え？ああ拡大して探してくれたんですか。こんなあるのこの柄みたいなので一生懸命見ました。背拍子から探してくれたんですか。じゃあ、うわ、なんでこれよく あったんだ。これシドビシャスのやつ、これシドビシャスのすべてっていうシドビシャスのうちにあんのよ。これそうか、これいや僕あの加藤さんがここにおすすめしてる本どっかに書いてるのかと思ったら違うんですね。書いてない書いてない。怖確かに。俺誰にもこの話してないもん。家にこの本があること。それ何なんですか、手に持ってるやつ。これはあのこのフェアを企画してる時にファンの方に加藤さんへの応援とか本の感想とかぜひ書いてください、盛り上げましょうっていうの で, なのでみんな書いてくれたんですか。そうだね、ここ2冊目もありがたい、はい、ですね。よろしければ。あ、え、もらっていいんですかこれ。はい、もうぜひ。そのために買いました。あ、加藤さんいつか来るだろうと目論んで。いや、あの来てくれなくても私の棺桶に一緒に入れて。本屋とは世界です。やっぱりあのいろんな考え方があっていろんな物語があってそこの本屋さんに全てがある。本屋行くといつもいろんな人いるなって思うんですよ。だから誰と喋るかっていう気持ちなんですよね、いつも。なるほど。いろんな人と話したいんだけど今はこれだっていうことをいつも思うから、なんかその感じ、世界どこの国行くとか、あ、どこの国でどの店行くみたいな感覚にちょっと近かったりも。それこそ哲学書では自分とは違うなって考え方もたくさんあるだろうし、小説でもいろんな人間がいるなと思うし、本当にねすごい焦るんですよね。まだこんなに知らない世界があるのかとかも思うし、まあ、いろんな意味で世界かなと、はい、思います。木曜日は本曜日。以上、加藤茂明でした。